パレスチナ、パレスチナは地中海東岸の歴史的シリア南部の地域的名称、西アジア、中東に位置する。中世以降の主要な住民はアラビア語を日常語とするムスリム、イスラム教徒、キリスト教徒、ユダヤ教徒、ミズラヒムである。前2者と国わずかのミズラヒムが近代以降世界各地から移住してきたユダヤ人に対してパレスチナに在住する。 アラブ人としてパレスチナ人と呼ばれる。なお、パレスチナ人イコールパレスチナに住むアラブ人の定義は近代的なもので1970年代までは一般にパレスチナ地域に在住するすべての民族、ユダヤ人、キリスト教徒を含むを指した。歴史的には現代の国家でおおよそイスラエルとパレスチナ自治区、東部の砂漠地域を除くヨルダン、レバノンとシリアの一部、 大ねシリア地域南部を指す。特に、旧国際連盟イギリスイ人統治領パレスチナに、あたる、現在のイスラエル、パレスチナ自治区、ヨルダンを指すこともある。第二次世界大戦後は、より狭く、ヨルダン側より、西の、現在のイスラエルとパレスチナ自治区、古代の河南地域を含むを指すことが多い。パレスチナ人とはこれらの地域の人々だが、口実するように、 パレスチナ人と呼ばれるには、地理的な条件以外も必要である。最も競技には、現代のパレスチナ国の領土にあたる地域及び国家を、指す。これは、地理的には一つながりではなく、ヨルガン川西岸地区とガザ地区に分かれている。故障は、フル、カナンという、パレスチナあたりは、ペリシテ人が住んでおり、パレスチナという言葉は、 ペリシテという言葉がなまったものと考えられている。紀元前15世紀、古代エジプトのファラオをととめす三世が、メギドの戦いで勝利、パレスチナはエジプトの支配下に置かれた。紀元前13世紀頃には、ペリシテ人によるペリシテ文明が栄えていたが、ペリシテ人は民族集団としては、その後滅亡し、その後紀元前10世紀頃に、 イスラエル民族によるイスラエル王国がエルサレを中心都市として繁栄した。紀元前930年頃にイスラエルは北のイスラエル王国と南のユダ王国に分裂した。イスラエル王国は紀元前722年にアッシリアのサルモン2世に滅ぼされた。もう一つ南のユダ王国は紀元前609年のメギドの戦いでヨシアが エジプトのファラオ猫二2世に廃止させられ、エジプトの支配下に置かれることになる。さらに、紀元前597年には、東より攻めてきたバビロニアの支配下に置かれ、紀元前587年には、そのバビロニアに滅ぼされた。やがて三大陸の結節点に位置する、その軍事情地政学上の重要性から、相次いで周辺大国の支配を受け、 紀元135年にバル国場の乱を鎮圧したローマ皇帝ハドリアヌスは、それまでのユダヤ族襲名を廃止、族襲シリアパレスチナと改名した。ローマとしては、幾度も反乱を繰り返すユダヤ民族からアイデンティティを奪うため、それより千年も昔にユダヤ民族に敵対して滅亡したペリシテ民族、人の名を引用したのである。 この地がパレスチナと呼ばれるようになったのはこれ以降である。7世紀にはイスラム帝国が侵入し、シリアを支配する勢力とエジプトを支配する勢力の戦争の舞台となった。11世紀にはヨーロッパから十字軍が派遣され、エルサレム王国が建国されるが、12世紀末にはアイユー部長のサラーフッティーンに奪還され、パレスチナの大半はエジプトを支配する王朝が治めた。 16世紀になるとエジプトのマムルーク朝を滅ぼしたオスマン帝国がパレスチナの支配者となる。オスマン帝国ではパレスチナはシリアと呼ばれた。19世紀以降ヨーロッパで次々に国民国家が成立し各地で民族の自己認識が促されるとユダヤ人もオスマン帝国領のパレスチナに入植し始めた。第一次世界大戦で オスマン帝国は崩壊し、シオニズムに押された大英帝国と列強は、国際連盟で、ユダヤ人のナショナルホームをパレスチナに確立するとして、イギリスイニン党治療パレスチナの始めを決議した。イギリスイニン党治療メソポタミアのように、パレスチナという古い故障を復活させたのは、マーク・サイクスの方針であった。パレスチナの初代高等弁務官は、ユダヤ人のハーバート・サミュエルが選ばれた。 第二次世界大戦後、ホロコーストで同情を集めたシオニズムに押されて、アメリカ合衆国などの国は、国際連合でパレチナ分割決議を採択した。それに伴い、イスラエルが建国され、反発したアラブ諸国とイスラエルとの間で、第一次中東戦争が勃発、イスラエルが勝利しパレスチナの8割を占領するに至る。この時期に、多くのパレスチナ人が難民化して、 パレスチナ問題が発生。1967年に起こった第三次中東。戦争では、イスラエルがさらに、ガザ地区、ヨルダン川西岸地区を占領。1987年には、第一陣ティファーダが勃発。イスラエル政府とパレスチナ勢力の、パレスチナ解放機構、PLO は、長い闘争の末、1993年になって、オスロ合意を結び、 1994年からパレスチナの一部で PLO が主導する自治が開始された。しかし、オスロ合意で定められたパレスチナ問題の包括的解決に向けた話し合いは頓挫し、さらにイスラエルとの和平に合意しない非 PLO 系の組織によるテロや軍事行動が続いた。2000年以降、再びイスラエルとパレスチナ自治政府との間でゲリラ戦が再燃し、 和平交渉が事実上の停止状態にある。一方、パレスチナ自治政府側は、停戦に応じても、イスラエルが一方的に攻撃を続けていると指摘。実情は、停戦とは、パレスチナ側だけに課せられたものとなっていると、主張している。例えば、2001年、イスラエルのシャロン首相は、パレスチナ自治政府との交渉停止を通告し、アラファト PLO 議長を軟禁。 再開に7日間の平凡と、さらに6週間の冷却期間を要求した。しかし、平穏が達成されたかどうかは、イスラエル側が判断するとした。パレスチナ自治政府側の停戦は37日間続き、ハマースが反撃したため、なし崩し的に停戦は消えてしまった。アラハートの死後、アッパースが後継者となった。2005年2月8日、 2000年10月以来4年に4ヶ月ぶりに、シャローン首相は首脳会談に応じた。両者の暴力停止、停戦が合意されたが、交渉再開は停戦継続を条件としている。現在でも双方の攻撃が完全に収まったわけではなく、困難が予想される。パレスチナ自治区は、パレスチナ地域の内ヨルダンに接するヨルダン側、西岸地区。 ウェストバンクとエジプトに接するガザ地区及び東エルサレムからなるパレスチナ人の自治地区である。その行政はパレスチナ解放機構 PLO が母体となって設立されたパレスチナ自治政府が行う。ただし最終的な地位は将来イスラエルとパレスチナとの間で結ばれる包括的和平によって定められることになっており、下の正式な地位は暫定自治区。 暫定自治政府となっている。パレスチナ自治区の人口は約330万人で西岸地区が3分の2、ガザ地区が3分の1を占めるとされる。これは900万人シールとされるパレスチナ人の全人口の3分の1にあたる。自治政府は1995年の暫定自治拡大合意に基づき1996年に行われた 立法評議会選挙によって正式に発足した。パレスチナ自治区はイスラエル建国直前の1947年に行われた国際連合総会決議181号パレスチナ分割決議が定めたパレスチナをユダヤ人、アラブ人、国連統括地の3つに分割する決定を基礎としている。この決議は これに反対する周辺のヨルダンとエジプトが第一次、中東戦争でヨルダンが西岸地区とガザ地区を占領したために、パレスチナのアラニンには、寸土の領域も残されず、ユダヤ人によるイスラエル国家しか建設されなかった。その後、西岸地区とガザ地区はイスラエルによって占領されるが、1964年に、エジプトのナーセル大統領の後押しによって、 西岸地区とガザ地区のアラブ系住民とパレスチナ難民の統合抵抗組織とし、パレスチナ解放機構、PLO が設立され、事実上のパレスチナ亡命政府となった。当初、パレスチナ解放機構はイスラエル国家を打倒し、パレスチナの地にムスリムキリスト教徒、ユダヤ教徒のすべてが共存する非宗派的な民主国家を樹立することを目標としていた。しかし、 1980年代後半に繰り広げられたイスラエルに対する大規模な抵抗運動、インティファーダの中で現実主義路線に転じ、ヨルダンに西岸地区の放棄を宣言させて西岸地区とガザ地区を中心にパレスチナ人の独立国家を樹立してイスラエルと平和共存する道を模索するようになった。こうしてイスラエルと解放機構の直接交渉の末、 1993年のオスロ合意パレスチナ暫定自治協定に基づいてパレスチナ暫定自治区が設立された。しかし、オスロ合意へのパレスチナ解放機構、PLO 側の不満は強く、また、ヨルダン川西岸地区では現在でもパレスチナ自治政府の支配権が及んでいる。地域は半ばに満たず、残りはイスラエルの占領下にある。 パレスチナの歴史的変遷図白抜きがイスラエル領土及び占領地。暫定自治政府は憲法にあたる基本法に基づいて運営される。最高議決機関は民選によって選出されたパレスチナ立法評議会 PLC で立法府に相当する。立法評議会の当初の定数は88であった。2005年6月の法改正で 定数は132に増やされた。行政事項を執行するのは、パレスチナ行政機関で、自治政府の長である自治政府大統領、ライス、マスコミでは、議長、外務省はかつては、長官と言っていたが、現在はこのわけを当てているが、その名が務める。また、行政機関の各庁長,長官、外務省はこのわけを当てているが、マスコミでは、長、大臣、 そうということが多いが、閣僚となり、内閣を構成する。2003年からは、内閣の長として首相が置かれるようになったが、大統領である、ヤーセル・アラファート・ PLO 議長が、安全保障関係の権限を内閣に移譲することを拒否し、翌年のアラファート死去まで、大統領のワンマン支配が続いた。アラファート死後、2005年1月9日、公認の自治政府大統領選が行われ、 マフムード・アッパースが当選した。治安維持を担当するのはパレスチナ警察隊でパレスチナ解放機構の軍事部門であるパレスチナ解放軍を基礎として設立された。しかし、アラファート議長が独占する自治政府の治安維持部門に捨てイスラエル政府やアメリカは対イスラエルテロの抑制に十分働いていないと認識し不信の目を向けている。イスラエルは しばしばテロへの報復であるとして、パレスチナ警察を攻撃した。イスラエル側はテロリストを支援、黙認しているとみなしているため、パレスチナ側のテロ事件があるたびに、パレスチナ警察を報復の対象とした。アラファート PLO 議長は、2001年12月より、死の直前まで、イスラエル軍に軟禁された。 2006年の総選挙で初めて選挙に参加したハマースが過半数を獲得する勝利を収めた。ハマースをテロ組織と認識するイスラエルは直ちにイスラエル破壊を訴える武装テロ組織が参画する自治政府とは交渉しないとの声明を発表。さらに、軍交換の発言としてハマースの議員のヨルダン側西側地区とガザ地区の自由な移動を認めないと報じられ、 政治活動の妨害を宣言した。実際にパレスチナ人の通行はその後完全封鎖された。そのため、選挙後2月18日より開会された立法評議会はガザとラマンラーでの分裂開会を余儀なくされ、ビデオカメラで両会議場を中継して行われた。米国、欧州連合も同様の認識からパレスチナ自治政府への経済支援打ち切りを示唆した。 米国は直接の援助ではなく、非政府組織や国際開発局、USAID を通しての援助だが、米国のブッシュ大統領は、ハマースがイスラエルの生存権を認めなければ、支援をすべきではないと主張した。さらに、米国防総省は2005年にガザ復興費として援助した5000万ドルの返還を要求た。イスラエルは、 自らが代理徴収している関税などを差し押さえ、ハマースへの兵糧攻めに出た。NHK、今日の世界4月20日放送によると、2005年の自治政府経費は月平均1億6500万ドル。自力の税収は3000万ドルのみで、イスラエルが代理徴収しているのが6000万ドル、国際社会からの支援3000万ドル、その他借金が4500万ドルを占めるという、 自治政府は収入の過半数を絶た,たれ職員の給与を支払えない事態となった翌年5月21日一部を支払い2006年3月29日正式にハマース政権が発足したが職員給与すら払えない極度の財政難に苦しんだ4月10日欧州連合もパレスチナ自治政府への援助を停止6月4日ようやく給与の一部を支払った しかし、その後もイスラエルによる差し押さえのため、給与を支払えない状態が続いている。アラブ諸国などから、パレスチナ自治政府への献金運動も行われたが、米欧とイスラエル政府が送金は、テロ支援であると金融機関に圧力をかけているため、パレスチナ自治政府には届いていない。米国、欧州連合は、制裁解除の条件として、一イスラエルの承認、2、 武装解除。3、過去の自治政府とイスラエルの合意事項の尊重などを要求している。また、イスラエルのエフード・オルメルト首相は5月23日にブッシュ大統領と会談し、ハマース政権を相手にせず、アッパス自治政府議長ら恩恵派と和平交渉を進めることで合意。また、オルメルトは、パレスチナ自治政府との合意がなくても、3から4年で入植地を 自国領に取り込む形で国境を決めたいと表明した。6月にはイスラエル軍の兵士2名がハマース系とみられる組織に拉致されたとされる事件を理由にイスラエルはガザ侵攻を強めた。さらに、評議員を含むハマース系の政治家、活動家、約80人を拉致し、評議会を機能停止に追い込んだ。これに先立つ6月27日、 アッパース大統領とハマースのハニーイヤ首相が1967年の国連停戦決議に基づく国境線の合意、事実上のイスラエル承認で合意した。しかしイスラエルは完全に無視した形である。米国、欧州連合、日本などはより穏健なハタ派、パレスチナ自治政府主流派のアッパース議長を交渉相手と見ており、 ハニーや首相などハマースは事実上相手にしていない。米国はパレスチナへの経済制裁を続ける一方で、ファタハに対しては独自の支援を行っている。読売新聞1月15日号、米国務長官、アッパス議長への軍事支援を明言など。2007年3月17日、ハマースとファタハの連立交渉が合意に達し、挙国一致内閣が発足した。 閣僚25人の内訳は、ハマースから首相を含む12人、ファタハから6人、その他の党派からは7人。首相はハニーヤが続投。ハニーヤ首相は、イスラエル商人を含めた過去の合意を尊重すると表明した。ただし、イスラエル商人を公にはしなかった。一方、イスラエルのウルメルト首相は3月18日、 テロを正当化するような内閣とは接触しないと演説。ハニーア連立内閣の不承認を表明するとともに他国にも引き続きハニーア政権を相手にしないよう主張した。イスラエルがヨルガン川西岸とガザ地区の間の閣僚の通行を認めていないため閣議はテレビ電話を介して行われた。ハマースとファタハの内部構想は連立政権の発足後も続いた。また、 イスラエルによって、立法評議会、国会委員が多数逮捕されており、立法評議会は事実上機能停止に追い込まれている。両者の内部構想では、イスラエル・アメリカは一貫して、ファタハを援助しており、両者が内戦を煽っているとする批判もある。イギリスのガーディアンが見によると、中東和平の実務者会議の中で、米国の特使は二度も、この武装衝突はいいねと方言したという。 2007年6月11日からの構想は本格的な内戦に突入。ハマースはガザ地区を武力で占拠し、ファタハはこれをクーデターと批判。背景にはパレスチナ自治政府治安維持省でハマースと敵対し、また新米派と目されていたムハンマド・ダハランとの構想があり、またダハラン側が先に手を出していたとする主張もある。結果、ファタハは 内閣からの閣僚引き上げを宣言した。6月14日、ファタハのアッバース議長は、非常事態宣言を出し、内閣の解散を宣言。6月15日、新米派のサラーム・ファイヤードを、ハニーヤの公認の首相に指名したが、ハニーヤは、解散を無効として無視した。ハマースは、立法評議会の多数を握っているため、基本法、 憲法上公人の首相もハマースから任命しなければならず、アッパースの行為は違憲とする批判がある。ファイヤードは6月17日に非常事態内閣として30日間の限定で組閣したが、ハニーヤーは組閣は非合法と反発。逆に、アッパース議長はハマースの軍事部門を非合法化する議長令を発表し、メンバーは処罰する方針を示した。こうして、 パレスチナ自治政府は分裂した。イスラエルや米国はハマースを排除したファイヤード政権を正式な交渉相手と認めた。また、イスラエルは差し押さえを続けていた代理徴収した税のファイヤード政権への返還を表明した。6月20日、アッパース議長は人殺しのテロリストたちとは対話はしないとハマースを相手にしないことを表明した。また、1ヶ月前、 ハマースによる暗殺未遂事件があったと主張した。現在、ガザ地区をハマースが実行支配し、ヨルダン川西岸のみ、ファイヤード政権の支配下にある。もちろん、イスラエルの入植者に占拠されている地域はいずれの支配も及んでいない。7月2日、イスラエルが差し押さえていた税収の一部引き渡しを受け、ファイヤード政権は17ヶ月ぶりに、 ハマース党員を除く公務員給与の満額支払いを発表。ガザ地区ではファイヤード政権に従うことを条件に給与を支払うと発表した。従来、欧米諸国は経済制裁解除の条件として早期の総選挙を要求してきた。経済制裁による財政難は引き続き続いており、総選挙になれば自国に都合の悪い存在であるハマースの勝利はありない。 裏返せば、ハマースを敗北させなければ、制裁を止めないと、パレスチナの有権者を脅したと言えるとの読みと、言われている。結果として、総選挙を経ることなくハマースの排除が実現した、形となった。しかし、経済制裁を武器に、選挙により成立した政権を否定する行為に対し、民主主義の否定とする強い批判がある。パレスチナ囚人保護団体のナハ協会によると、 イスラエルは拉致したハマースなどの評議員に対し、釈放の条件として議員辞職するよう脅した。評議員らのほとんどは辞職するくらいなら喜んで、イスラエルの公知所に泊まることを選ぶと声明を出した。また、日本は2007年6月12日に、一旦は ODA 再開の意向をパレスチナ自治政府側に伝えたが、挙国一致内閣の崩壊で、再び棚上げになった。 2007年5月20日より、レバノンのナハルアルイコールバーリドパレスチナ難民キャンプで、イスラム教寸のハブソ組織、ファタハイスラムと、レバノン政府軍の武力衝突が起きた。ファタハイスラムは、ファタハとは無関係で、パレスチナ人による組織でもないが、パレスチナ人の支援を名目に、合法的に、レバノン入国を果たしたと言われる。レバノン政府側は、 ファタハイスラムが軍組織を攻撃しようとしたことを攻撃の理由に挙げている。ファタハイスラム側は言われのない攻撃と反論している。レバノンの国会は全会一致で難民キャンプへの攻撃を承認した。アルジャジーラによると5月23日現在で武装メンバー20人、政府軍兵士32人、民間人27人が殺されたとしている。また、 毎日新聞によると5月27日現在でキャンプにいた難民約4万のうち3分の2は避難したが銃撃戦の巻き添えやレワロン人によるパレスチナ人狩りの噂などが立ち避難に踏み切れない者もいるという1988年のパレスチナの独立宣言以降国家としてのパレスチナ国の承認国が増えている2010年12月 ブラジル、アルゼンチン、ウルグアイが相次いで国家としてのパレスチナを承認すること表明した。また、国際機関へ国家として加盟する方針を打ち出しており、2011年9月23日には史上初めて国際連合への加盟申請を行った。ほか、同年10月31日には国際連合教育科学文化機関、うねその加盟国として承認された。 2012年11月29日には国連総会においてパレスチナをオブザーバー組織からオブザーバー国家に格上げする決議案が採択され国連では国家の扱いを受けることとなったアメリカ合衆国政府は1947年11月のパレスチナ分割決議1948年5月のイスラエル建国と国連への加盟を支援し 1948年の第一次中東戦争、1956年の第二次中東戦争、1967年の第三次中東戦争の結果、イスラエルがヨルガン川西岸地区、エルサレム、ガザ地区、市内半島、ゴラン高原を占領し、占領地として統治することを正当化してきた。その後の歴代のアメリカ合衆国政府は、 1956年に市内半島のエジプトへの返還とイスラエル軍の撤退。1978年9月のキャンプデイビッド合意・ゴイと1979年3月のエジプト・イスラエル平和条約。1982年に市内半島のエジプトへの返還。1992年に中東和平マドリッド会議を開催し、1994年10月の イスラエル・ヨルダン平和条約を仲介したが、1947年のパレスチナ分割、1948年のイスラエル建国以来、歴代のアメリカ合衆国議会、政府はイスラエルの存続を優先する立場に基づいて、パレスチナ問題を解決する政策を遂行している。選挙は、中選挙区比例代表平立制。選挙区、 比例区ともに66議席ずつ、重複立候補制度はない。日本の参議院に近いが、選挙区は完全連帰制。また、選挙区は少数派のキリスト教徒を枠として6議席があらかじめ割り当てられている。18歳以上の普通選挙。1996年1月20日に初めて行われ、ファタ派が第一党となった。しかし、多くの党派は、 選挙をボイコットした。2006年1月15日、2度目の総選挙が行われた。アメリカは、ハマース躍進を恐れ、ファタハに肩入れする選挙干渉を行ったとも言われた。また、事前にハマースの立候補予定者など300人が、イスラエルに逮捕された。ファタハは45議席と惨敗し、ハマースは74議席と過半数を獲得する。 自滑り的勝利を収めた。ファタハの腐敗やイスラエルによる白色テロを阻止できないことへの不満があり、一方でハマースが社会福祉に力を入れたことなどが勝因と言われる。とはいえ、比例区では28議席ずつと互角で、ファタハは選挙区での候補者乱立による友倒れが多かったとも指摘されている。 ガザ地区、ヨルダン川西岸地区、ガザ地区、ヨルダン川西岸地区、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。